エスポー近代美術館は、フィンランドエスポーのタピオーラ地区にある美術館である。英語略称はエマである。館内の様子あたり美術館は、米芸展示センターという施設の中に設置されている。同センターは、建築家のアールのルースボリによって設計され、1960年代に建設された印刷所をリノベーションした施設である。 美術館は、エスポー美術館財団によって運営されている。およそ3000点に及ぶ、近現代美術の作品が所蔵されている。エマコレクションの他に、サースタモイネン財団コレクションや、タピオビルカラルートブリュック財団のコレクションが展示されている。5500平方メートルを超える展示面積を持つ。ヘルシンキ地下鉄のタピオラ駅からおよそ800メートルほどのところにある。 2002年、エスポー美術館財団が設立される。2006年に美術館の一般公開が開始される。2015年、デザイナーのタッピオビルからの生誕100周年を記念した展覧会が開催される。2016年、芸術家のルートブリュックの生誕100周年を記念した展覧会が開催される。2017年の春に、フィンランド語で部屋という意味がある。 フオネという名前で呼ばれる展示室が開設される。同年11月、フィンランド語で広場という意味がある、オーキオという名前で呼ばれるスペースが設置される。オーキオは、ヘイニーコールエミリア・サーリとジョアンナ・ブルマーによって設計されたもので、ブルックやビルからによる作品が収蔵されている。ありがとうございます。